学問というのはですね、新しいことを開くわけですから、現在の常識の通りにやってたらですね、まあ、新しい時代は開けないとか、別に我々は新しい時代を開こうとか、そういうその非常に高邁な理想を持って学問をやってるわけじゃなくてですね、まあ、学問自身が面白いからなんですが、その面白いという点では、例えば科学はいつもとんでもないことを考える。私なんかはですね、実はそういうずっと生活を人生を送ってきたので、他の人から見ると常にとんでもないことを考える人なんですね。例えば最近ですね、女性が肺がんがですね、ほぼトップになってきたわけですね。まあ、女性の肺がんというのは昔は非常に少なかったんですよ。それはこのグラフで言うと、隣の方のこの右の方が喫煙率のグラフなんですけれども、女性というのはもともとほとんどあんまりタバコを吸わないのでですね、がんになる比率も少なかったんですよね。男性に比べれば かなり少なかったんですけども、もうがんで亡くなる人がですね、10万人あたり30人というふうにですね、ほとんどがんのトップに躍り出てきたわけですね。それも男性の喫煙率がどんどん減ってますから、女性が副流煙に接する機会っていうのがすごく減ってるわけですね。副流煙の手に接する機会が少なくなればなるほど肺がんが増大するってわけですよ。それから胃がんだけは減りましたけれども、まあレベルは高いしですね、大腸がんとかですね、最近では本当に乳がんで亡くなるかわいそうな女性の方が多いんですよね。で、私なんかそういうニュースを聞きますとね、なんかこう原因があるんじゃないかと思うわけですね。まあ、通常ですね、常識的に考えれば、まあ、洋風の食事が増えたということと、男性とのセックスの機会が減ったっていうことですね。減ったっていうのは、例えば結婚年齢がですね、昔に比べればすごく低いですから、その分だけホルモンのバランスが崩れやすいっていうようなこともあってですね、それで、まあ、少しこう生殖器に関係あるような乳がんとか卵巣がんはあまり多くないんですけれども、子宮がんとか、まあ、そういったものの変化もあるわけですね。だけどもそう考えると、子宮がんとかですね、卵巣がんっていう割合と生殖器に近いところのがんはそれほど増えてないにもかかわらず、肺がんとか乳がんが多いということを考えますとね、私はですね、例えばこんなふうに考えるんですよ。これは私がそういう結論になってるんじゃなくて、科学者というのはどういうふうに考えるかっていうことなんですが、私はですね、実はタバコの煙にある程度発がん性があって、それはある程度発がん性というのはかなり極端なケースでは認められるんですね。タバコを吸ったら肺がんになるっていうぐらいのその発がん性はないんですけれども、若干の発がん性が認められるんじゃないか。それをですね、しょっちゅう、まあ、隣で男性がタバコを吸ってると、その副流煙をかぶりますからね、まあ、女性ががんが非常に少なかったっていうのは、食事の変化とか性生活の変化っていうのもありますけれども、私は例えばね、副流煙を吸わなくなったからっていうのも考えられるわけですね。例えばタバコの煙に若干のがんになる素質があるとしますと、副流煙を吸ってればですね、ある程度肺にも免疫ができ、いろんな体の各部分に免疫ができますね。しかし全く綺麗な世界では免疫ができにくいですね。例えば私は血液中にあるがん遺伝子 TNF というものをある程度研究してたんですけども、動物実験で、血中に出てくる TNF を取ろうと思うとですね、そのままではあんまり濃度が薄すぎて取れないんですよ。だからかわいそうですけども、うさぎなんかをですね、がんにかけると血中の TNF 濃度が非常に上がってですね、来るんですね。それはがんに対抗するための生物反応ですね。例えばラジウム温泉なんかもそうなんですけども、ラジウム温泉が健康にいいっていうことは、ラジウム温泉に入ると若干体のやっぱ放射線浴びますからね、体のがんが増えるわけですね。それに対抗してがん遺伝子が増えるわけですよ。ところが通常ラジウム温泉に入ったぐらいでは発がんしないんですね。だからその毒物に接するってことはもちろん皆さん多くの人が知ってるように大切なんですね。無菌室にいたら直ちに死んでしまうわけですよ。ある程度経ったら免疫系が全部リストラされちゃってですね、ですから免疫系のリストラをされない程度の
発がん物質とか毒物とか、まあ、そういったものを常時吸ってるってことが、接してるってことが人間の健康に役立つわけですね。まあ、そういう意味では、例えば鳥インフルエンザの件で、鳥インフルエンザってのは昔から野鳥に、江戸の昔から野鳥に、野鳥が補菌鳥だったようなだったと思われてるわけですね。したがって札幌大学のある先生が鳥インフルエンザの流行についてですね、あんまり鳥インフルエンザを徹底的に撲滅すると、まあ、人間の体内にある鳥インフルエンザに対する免疫系が崩れて、まあ、ウイルスですから特にね、大流行になる可能性があるので、まあ、鳥インフルエンザの駆除もですね、適当にやった方がいいと、まあ、まして現在のように鳥インフルエンザが人間に移ってない時にですね、そういう状態の時にある程度免疫系を日本民族として維持しておく必要があるんじゃないかっていう勇気ある発言をされてましたが、私もですね、実は副流煙ぐらいの弱い煙ですね、これは自分が吸うよりかはるかに薄いんで、非常に若干の、まあ、毒物のような感じがするわけですね。まあ、土煙の中には、ミミズの糞とか山ほど入ってるわけですね、死骸とか。まあ、そういったものが口とか鼻から入ってくる。それから蚊に刺されれば、他人を刺した蚊が自分を刺しますから、これも非常に弱い他人のばい菌なりウイルスなりが体に入ってくる。まあ、そういったことが現在ではほとんどなくなって、まあ、人間は無菌状態に近くなってるわけですね。まあ、そういう意味では、例えばタバコの副流煙が女性の肺がんとか乳がんを防ぐと、まあ、いうような仮説を立ててですね、まあ、それに基づいていろいろ研究をしてみるっていうことが、まあ、僕なんかが医学やってるやりますねっていうのは、まあ、多くの人が、つまりその多分肺がんとかですね、それから乳がんになるのを防ぎたいとみんなが思ってると思うんですよ。でそれがですね、このグラフで分かるように20年30年のスパンで減ってこないってことはですね、やっぱり我々が原因としているものが間違ってる可能性があるんですね。まあ、研究者っていうのは成功しそうなものをやるんではなくて、成功しそうにないものをやるっていうところがあるんですね。やっぱり現在の知見というか人間の知識を覆すにはですね、その副流煙が肺がんとか乳がんを防止するという非常にとんでもないですねことを思いつくということが大切で、思いついたからなんか具体的な行動に出るわけじゃありませんからね、研究するわけですから、研究っていうのはそういうような研究が成功するんですね。この2つのグラフを見ておかしいな、男性の喫煙率がこれだけ減って、まあ分煙化が進んで、かなりその女性が吸う副流煙って減ったのに、なんで肺がんとか乳がんがこんなに増えるんだろうなと。もしかすると今まで自分たちが考えてること、つまり副流煙を吸うと病気になるってんじゃなくて、副流煙が非常に薄いので、副流煙がむしろ免疫を維持する役割を果たしてたんじゃないか。そういえば自分が研究した時にウサギの血の中の TNF をがん、エシン子を取り出すためにはですね、ウサギをがんにかけると濃度が上がったじゃないか。つまりこれは普通言われるように生物、動物ですね、動物っていうのはやっぱりある程度危機に瀕してて、それに対する防御系が働いてる時にですね、健康でいれるんじゃないかと。だからそういう意味では、実はその副流煙のを追放する運動っていうのはですね、女性を肺がんとか乳がんにさせることをやってんのかもしれない。副流煙の除去に一生懸命な人はですね、ちょっとそこら辺も考えた方がいいんじゃないかなと、私はこの2つのグラフを見て思います。科学はとんでもないというようなことを自由にやる環境ですね、まあ、それをもし僕が副流煙を吸うと、副流煙があると女性の肺がんが減るんじゃないかなんて言ったらですね、みんながものすごくバッシングするっていうようではですね、科学っていうのは発達しないと、まあ、そのように思うわけです。